はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズでございます。はい、今回飲んでいくのはこちら、はい、バランタイン7年でございます。はい、3月の、20日ぐらいでしたっけ、21とかその辺に発売されたバランタインの新しいやつですね。結構黒くてかっこいいですね。はい、なんかね、SNS とか見てみると結構人気みたいで、私はなんかあの近くのスーパーでラス1でしたね。でもね、これね、で1000円台、1800円ぐらいだったかな。うん、で今じゃない、これは見てるんですけど、アルコール分 40%、 700ミリですね。はい、でモルタンのグレーなんでブレンデッドですね。なんか初めて年数表記が出たバランタインがこのバランタイン7年みたいで、復活ってことなんですかね。はい、なんかすごく美味しいって言ってる方と、まあ12年と比べたら12年の方が全然美味しいって言ってる方と、いや12年のこっちの方が美味しいって言ってる方と、結構なんかまちまちでしたね。うん、はい、その辺をちょっと加味しながら、ただもう12年がねなくてあんまり覚えてないんでまちょっとこれのねレビューしてみたいと思います。じゃあ開けていきましょう。はい、このプラスチックなんですかね、なんか珍しい。あ、垂れないようになってんだ、なるほど。あー、これは注ぎやすい。面白い。じゃあちょっと香りの方からね。はい、あー、バランタイン夏こんなんでしたね。はい、12年も。うん、ただなんかそんなに結構ライトかな。うん、アルコールのツンと刺す感じはないですね。なんかバランタインは21年と17年をバーで飲んで結構辛いスパイシーだってイメージだったんですよ。でなんかそれを動画で言ったら、じゃ12年スパイシーじゃないですよって言われたんで、12年買ってみたら、あ、ほんとそうだなって思って、でファイネスト、まあ、コンビニで買って初期の頃買って、なんか美味しかった、飲みやすかったなっていう感じ、それの近い感じですね。ファイネストっぽいな、より香り的には、私の記憶だと。じゃあちょっと飲んでいきたいと思います。はい、いただきます。うん、なるほど、かなりライト、薄味ですかね。アルコールのビリビリ感も普通にありますね。甘さとかその風味よりもアルコールのビリビリ感の方が強いですかね、私には。最初にふわっとこうバランタインの香りっていうか風味がきますけど、その後は風味は結構早い段階でなくなって、アルコールのビリビリ感が結構残ってる感じですね。うん、ごめんなさい、そんなかなそんなですね。はい、うん、まあ1800円とかこの辺だとしたら、1000円だとしてウイスキーとしたらすごくいいですけど、確かに12年と比べたら12年の方が全然上だと思いますね、私は。うん、ファイネストとかその辺じゃないかな。どっちがコスパいいとか、コスパって考えるとちょっとね、微妙なんで、あんまり使いたくないですけど、うん、ストレートでの部分には、いまいちかな。ちょっともうちょい足して、加水してみましょうか。でもまあ、そこ1800円と考えるとかなり、うん。あー、なんかこう、フローラルな、お花の香りがしますね。うん、うん、ちょっと加水したぐらいじゃそんな感じないかな。ちょっとドバイスアップしまくるでしょうか。もうこれ、うん、香りがちょっとやっぱり弱くなったかな、やっぱり当然ね。ちょっと飲んでみます。いただきます。結構ビリビリしますね。それでもハイボール向けかな。うん、なんとなく。
初心者の方、ウイスキー初心者の方は、まあ価格的に1000円台、なんで、買ってもいいかと思いますけど、ちょっとアルコール感が強いかな。カティサークとかあっちの方がいいかもしれないね、初心者の方は。あのビリビリ、アルコールのビリビリきても、その奥にちゃんと深い味わいとか甘さとかコクとかがあれば、そのビリビリ感がなくなった後にそれが前に出てきてくれて美味しいなと思うんですよ。だそれがない。12年はね、確かね、なんかね、ビリビリ感がそんななくて、結構甘さとか風味が前に来たと思うんですよね。ちょっとアフターテイスティングでいきたいかな。なるほど。なんかバーボンフィニッシュって言いますけど、バーボンの感じは全くないですね。私バーボンあんまり好きじゃないんで、バーボン臭かったりバーボンの感じって気づくんですけど、全くわかんないですね。でもなんかハイボール美味しそうですね。サントリーロイヤルみたいなの原稿みたいな感じするかな、イメージ的には。ちょっとハイボールちょっとめちゃくちゃ美味しいみたいな、ちょっとそのアフターテイストでちょっと期待してみたいと思います。一応ね、概要欄の方に、リンク貼っておきますので、ご興味のある方はね、ぜひご覧になってみてください。はい、あとモチベーションアップのためにチャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。はい、あとそれから各種 SNS やっております。 Twitter、Facebook、Instagram、概要欄の方にリンク貼っておきますので、お気軽にフォローいただければと思います。はい、ウイスキー初心者が飲んでみたシリーズ、今回はバランタイン7年を飲んでみたの動画でした。ご視聴いただきありがとうございました。以上です。